マゼンタインクを使って作る桜の折り染めです。まず吸水性の良い和紙で正方形を作ります。それを十折りにして桜の花形に切ります。十折り桜の動画がありますのでご覧ください。切り方を変えていくつも作ります。100円ショップの詰め替え用プリンタインクマゼンタを水で薄めます。桜の花を折ったまま薄めたインクを吸わせます。それを吸水性のある紙に載せていきます。紙に挟んだらクリアフォルダに入れます。そして足で踏んでしっかりと水気を取ります。染み出すぐらい水気が取れたらクリアホルダーから取り出します。この状態だと広げやすくなっています。一つ一つ丁寧に開いていきましょう。これが乾いたらラミネートします。フィルムに挟むときはスティック糊を少しつけて挟んでいくとずれません。ラミネートしたら周りを切り取って出来上がりです。壁に貼ったり糸をつけて吊るしたりして飾りましょう。